皆さんこんにちは、 B レジェンド梅野です。 B レジェンド小林です。本日はインクラインで行うフライ大胸筋の種目を紹介していきたいと思います。使っていく筋肉は大胸筋上部と言われる方で、見栄えとして大事な場所であって、普通のベンチプレスだったりに比べて少し工夫をしないと刺激が入りにくいところと言われてます。そういったところに刺激を入れていく種目になります。それではやってみましょう。まずシートの角度なんですけど、基準はだいたいその45度くらいの角度が基準になるんですが、まあそこは人によってそれよりも角度を下げてもらったり、まあ上げてもらったりっていうのはちょっと調整をしていただければと思います。インクラインにシートを設定してもらいましたら、腰をかけてダンベルを太ももの上に置きます。でこの状態からシートに体を預けていきます。で、この時にももの力を使ってダンベルをトップポジションへ持っていきます。拳はこんな感じがスタートポジションです。でそこから腕を開くように下ろしていきます。下ろします、下ろします。この時胸を大きく、張りましょう。で上げます。しっかりと肩甲骨を寄せて肩がすくまないように首を長く保ちながら行うのがポイントです。腰の部分はシートから離れてアーチを作るのは OK です。ただあまりにもお尻が上がってしまったり、こういう姿勢になったりすると、インクラインで動作を行う意味というのが減ってしまいますので、お尻はなるべく、つけるように動作を行っていただければと思います。はい、以上が、インクラインで行う、ダンベルフライの解説でした。大胸筋の上部を鍛えたい方はぜひこれは取り入れてみてください。以上です。ありがとうございます。